皆さんこんにちは、こんばんは。ゲブラ長丁です。長く楽しく豪華に鑑賞するゲブラ長丁で販売する商品の楽しみ方をご案内するチャンネルです。前回のポインセチアやプリンセチアの購入前のご条件見てくださってどうでしたでしょうか。最後のお店の方に入荷日を聞くのはどうしてもと抵抗ある方、余条件でもプロ級の目利きですので参考にしてくださればと思います。さて今回はぬるま湯30度換水ですが、なぜぬるま湯30度で換水なのかってことですよね。おさらいになりますが、陶器に流通するポインセチアやプリンセチアは原種の自生地がメキシコ原産の東大草か常緑低木に分類されて温暖な気候を好む植物です。陶器期間は10度以上の温度管理が理想です。陶器期間の冷水は危険で根腐れを誘発する可能性にもなりますので、ぬるま湯換水で毎回与えましょう。ぬるま湯は30度で換水しましょう。30度というと皆さん歯医者さんに通われたことがあると思いますが、お口に含んだ温度が目安と思って結構です。さらにですよ、ぬるま湯30度にプラスこちらオキシドール150倍液に希釈して換水すると効果倍増です。根腐れ予防だけでなく、こちら溶度を好気性に、溶度を柔らかく基礎率アップ、根に強制的に酸素を促し旺盛に、殺菌効果が得られそうです。含有する過酸化水素水、オキシドールに約 2.5% から 3.5% 含有されています。こちらを150倍液に希釈しましょう。2リットルのペットボトルにオキシドール液を 13.3cc、15cc でも大丈夫です。こちら、ダイソーで見つけてきました。軽量カップ。こちらを使って 15cc 軽量していきたいと思います。それではこちらオキシドール。オキシドールの150倍液をこちらの2リットルペットボトルに希釈して作っていきたいと思います。はい、ダイソーで見つけてきました。はい、ここに計量ね、計量カップの目安 cc 書いてありますけど、わかりますか。これに 13.3cc 測るのは結構値が微妙ですので 15cc、はい、入れていきたいと思います。 15cc、 はい、 15cc、 おおむね 15cc ね、入れました。そして水をね、2リットルに先に入れてからこのオキシドールを 15cc、はい、入れます。一回戻してまたペットボトルに入れます。蓋をして、はい、こちら30度のぬるま湯ですよ、冷水じゃありません。はい、蓋をして混合します。はい、これでぬるま湯30度のオキシドール150倍液ができました。ではこれからこちらのプリンセチア株元にね、換水していきたいと思います。はい、トク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 、たっぷり与えて結構です。たっぷり与えて結構です。はい、換水が終了しました。でこのオキシドールは、その日に希釈したオキシドールはその日に使い切って
していただくのが理想です。日をまたぐと効果が薄れる可能性もあるのでね、作りましたらその日のうちに使い切ってください。乾水する頻度ですが、5回に1度を推奨してきましたが、ボスのところで3回に1度でも問題なく根が活性化され根の生育の促進になりましたので、参考にしてくださればと思います。ぬるま湯30度にオキシドールを混合させ150倍液を作りました。ぬるま湯とオキシドールダブル効果で根腐れを予防するだけでなく根を活性化に導いてくれます。クリスマスは12月の25日です。まだまだ先という方、これからでもオキシドール液を作り5回に1度もしくは3回に1度でも結構ですので、ぜひ試してポインセチアやプリンセチアを元気な状態でクリスマスまでにきれいに維持しましょう。今回の動画参考になったでしょうか。ぜひともオキシドール乾水試してくださればと思います。最後までありがとうございました。